皆さんどうもこんにちは、キャンプタカニーです。本日は荒川水系をね、自転車で走って月川荘キャンプ場まで行こうと思います。以前ですね、誰か一緒にキャンプしませんかってね募集してたんですけど、なかなか人が集まらず、ただね、2人の方が自転車でね同行していただけるということで、今回ですね、視聴者さんと一緒に自転車キャンプしに来ました。さあこれからちょっと行ってみようかなと思います。よし頑張ろう。視聴者さんと集まりました。今回ね、この3人のメンバーで、自転車キャンプしていこうと思います。すごい、ユーティーさんとワイステルさん、ヨシテルさんですね、はい、よろしくお願いします。すげえいいっすね、自転車みんないい感じで、なんか水色系統で集まったって感じ。本当ですね、色味が似てる、色味似てる、肌がいい。じゃあ行きましょう、行きましょう。早速キャンパー発見です。ここめっちゃいいっすよ。もうこの先は自転車ほとんど見ないっす。そうっすね、途中で砂利道になっちゃうんでロードバイクは来れないっすね。休憩スポットに来ました。最高でした。グラベル気持ちいいぜ。到着いたしました。イエーイ、月川荘キャンプ場です。そんなノリノリやった。まあせっかく到着したんで行っちゃいましょうか。したらよいしょ、うお、したら乾杯。乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。めっちゃうまい。しみる。めっちゃうまい。しみる。じゃあ今回はですね、自転車キャンパー UT さんですね。クロスバイクですね。普通のクロスバイク、ジャイアントのエスケープ R3 っていう。これはいつぐらいに購入されたんですか。これは2017年ぐらい、4年前ぐらい。すごい、結構ね年季が入ってる。これでかなり使ってます。これはどれぐらいあの走ってるんですか。一番長い距離で。一番長い距離で2000キロ。2000キロ？ちょっとどういうことですか。名古屋から四国、中国地方とか。お化けフィジカル。この人やばい。そんな、結構旅が大好きな UT さんの今回ロードバッグ&キャリアがついてますね、はい、キャリアはまあもともとそのロングライドっていうか長期間旅するときにサイドバッグつけてたんですけど、はいはいはい、まあ、それの名残でちょっと積載してるってやつ。このチェア、キャリアにはチェアとあれマット、あマットが、エアマット。ここには寝袋と、はいはいはい、グランドマットと、あとなんだろう、ダウン系がちょっと入ってます。寝具メイン、寝具が、ね、後ろ側に揃ってますね。マットとシュラフ、そして防寒着とかですかね。あ、そうですね、防寒着。サドルバッグはオルトリーブの、オルトリーブのやつです。あれ定番のやつですか。あ、そう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 、一番オーソドックスなフレームバッグ。結構パンパンですね。これはもう結構無理くり入れてる。膨らんでますかね。そう、ちょっとパッキングと言えるのかっていうぐらい入れちゃってるんですけど。これ何が入ってるんですか。これはメインは焚き火で、焚き火セット、焚き火セットですね。高兄さんもこんな感じです、ね、そうですね、自分もフレームバック焚き火セットにしてます ね、 そ、 すね、それを参考にしてここに焚き火系を入れてるかなっていう。でこれフロントバックですね。フロントバック、ここはあれですね、クッカー類。あ、クッカー類がここに入ってます。クッカー類とランタンとか明かり系が一通り入ってるから。なるほど、テントもここに積んでて。です、これはもう旅でずっと使ってた。あ、そうなんですか。そうです、メーカーとかないやつですか。あ、いや、これはあれです、バンドックの。あ、バンドック、へぇ。基本皆さんあれなんですよね、あの色がオリーブ系の色使ってるんですけど、はい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 、このブルーっていう。フロントバッグはメーカー、これなんだろう、リクセンカウル、なんかその
前の結構多分あれですよ、コスパのいいバッグ使ってる感じですよ ね、 自転車屋でたまたま見つけたやつっていう。あ、そうなんですね、自転車屋なんだ。なるほど、ありがとうございます。すごいオリジナリティがね、すごい溢れてて確かに。 UT さんのアイテムはテントがバンドクのソロベースに、マットは中華製エアマット、そしてクッカーがモンベルだったりとか、コスパ重視スタイルでしたが、シュラフがモンベルのダウンシュラフシャープ2に、チェアがヘリノックスのグランドチェア、そして焚き火台がパーゴワークスの忍者ファイヤースタンドソロというこだわりをピックアップして、少し高価なアイテムを揃えているようでした。いやー、それにしても面白いチョイス、旅する少年スタイルですね。はい、そしたらお次はですね、ヨシテルさん、よろしくお願いします。お願いします。すげえ、アピデュラが揃ってる。フルでアピデュラにしました。いいっすね。アピデュラのね、このフレームバックとか俺今すごい気になってるんですよ。今回はあれですか、はい、自転車はグラベルロードバイクってやつですか。グラベルです。ガノっていうカナダのメーカーのガリバルディ G2 っていうグラベルバイクです。色めっちゃかっこいいっすね。そうですね。これで一目惚れです。わあ、すげえ、アピデュラのねカラーリングとめっちゃ合う。これやっぱもう計算して買ったんですか。あ、そうですね、元々このアピデュラのカラーと。そうですね、アピデュラのバッグを使いたくて、このカラーリングのやつを探してたら、この自転車が見つかったので、これにしようって言って、で買いました。ドルバッグはおそらくここら辺に、はい、あのライト関係、ランタンとかヘッドライトとかが入ってて、ね、はい、はい、で今回はジェットボイルを持ってきたんですけど、はいはいはい、ジェットボイルと、今回はタコスを食べようと思ってトルティーヤを、おしゃれ、パンパンに詰めてきます。あとはフライパンが入ってたりとか、はい、調味料関係とか、あと今ここに出てますけど、はい、このカバンがこの最後尾に入ってたりとかして、あ、なるほど、すぐ取り出せるようにして、そうそうそう、そういう風に。あと後ろにコップをつけてます。これカラビナになってるんで、うーん、つけやすくて、はい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 、コップのカラーもちょっと合わせてる感じがまた、これも合わせちゃいます。これあれですか、ベルトでさらに固定してる感じですか。あ、そうですね、過去に、はいはいはい、滑ったことが、そうなんですよ、違うサドルバッグだったんですけど、走行中にちぎれたことがあったんで、今回保険でベルトしてます。なるほど。そしてフレームバッグは、これは何が入ってるんですか。フレームバッグは、はい、こっちに薬とか、あ、絆創膏とか、エマージェンシーキット的な、あとはファーストエイドキットか、そうですね、あとライトとか、はいはいはい、ライターとかも入れてて、なるほど。で反対側もあるんですよ、これ。はい、反対側がメインのポケットなんですけど、はいはいはい、こっちに予備のマスク、替えのチューブ、あとはナイフ関係、はいはいはい、とペグとテントのポールとか、他に入りきらなかった長物を全体的にここに収納してます。はいはいはい、テントのポール入ってるのすごい。ポールはクソースの入るんですね。うまく入るように。これ自転車のサイズっていくつですか。これは50いくつかな、多分そんぐらいだと思います。バッグのサイズは全部ミディアムにしてます。なるほど。スーチューブバッグはモバイルバッテリーとか、あとコード、はいはいはい、あ、やっぱすぐ取り出しやすいもの、ね、はい、取り出したいやつ、取り出したいやつを入れてます。アクセサリーバッグ、はい、これはテントはどっちですか。これテントはこっちに、うん、あ、これ、これがそうですね、これは、うん、アライテントの、アライテント、あの鬼ドーム、これ鬼ドームをつけてます。おお、鬼ドーム、こんなコンパクトなんや。めっちゃコンパクトになります。へえ、さっきのポールもそうですけど、全体的にコンパクトに収まるんで、あんまりチェックしてなかった。すげえ、すごい気に入ってます。こんな感じなんだ。はい、これ一緒に つけてるんですか。あ、これは焚き火台です。あのベルモントの旅、あー、旅ですか。はい、なるほど、使ってます。なるほどなるほど、すげえ、ここにつくんだ。ここにつく。ただ、はあ、旅は薄くてペラペラで、はいはいはい、尖ってる部分が多いんで、はい、こういう紐が切れちゃう時があるんで、おー、いらなくなったスペアのチューブを紐につけて、すげえ、柔らにして当て物させて切れないようにしてますね。台湾っていうのが見えるんですね。これ地味におしゃれだな。そして反対側、これはチェアと、これはヘリノックスの、はい、グランドチェアですか。グランドチェアです。へー、と
あのスノーピークのオゼンライト。オゼンライトだ。はい。とあとこれはあのグランドシート、テントのグランドシート一緒につけてます。フロントバックですね。フロントバックはこれは、はい、これ今回一番大きいんですけど。確かに。あのヘリノックス系のチェアの、はい、あの羊の毛を使ったカバー。あーですね、なるほど。あったかいんで、すげえ、すごく好きで可愛くて使ってますね。これは面白いですね。これさえなければもっと軽くなるんです。確かに。これは外せます。いいですね、こだわりが。フィデラーのフロントバッグの中は、まあダウンのモンベルのダウンシュラフと、はい、マットですね。マットも入ってます。とあとは寒くなるんで、うんうんうん、ダウンのパンツとジャケットと、うんうん、あとテントシューズをこの中に全部めっちゃ入ってますよ。よく入りましたねこれ。ダウンとか、あそう、まずはサーマレストとか、全体的にコンパクトになるものばっかりを使ってるんで、そのおかげでこの中にきっちり収めることができますね。ちなみにシュラフはモンベルにいくつですか？3。シャープさんを使ってます。なるほど、ありがとうございます。素晴らしい、面白い、コンパクト。とてもコンパクトでした。吉照さんのアイテムはテントがアライテントのオニドームで、マットはサーマレストのネオエア X ライトに、シュラフはモンベルのダウンシュラフシャープ3、そして焚き火台がベルモントの旅に、チェアはヘリノックスのグランドチェアで、ぬくぬくのカバー装備。手堅いアイテムが多いなと思いました。いやー安定してますね。私より年下だけど大人っぽい。はい、次は僕です。僕のパッキングはまあこんな感じになってます。ちょっとね、いろいろ位置もね変えてみました。前回動画見た方もですね、ちょっと位置変わってるなと思いながら見ていただければと思います。サドルバッグがですねこんな感じになってます。これ何が入ってるのかと言いますと、これがまあ、貴重品関係ですね。まあ、財布やら、行動食やら、すぐ取り出したい系のものを、ね、上にくっつけることにしました。そして、こちら、根元にですね、防寒着が入ってます。ダウンジャケットとかですね。そして、それを、その先にクッカーとか、まあ、ランタンとかですね、ちょっと細々したアイテム、カトラリーとか、調味料とか、って感じです、フレームバッグですね、これはもう焚き火セットと、まあ、こっち側の扉には、まあ、修理キットみたいなの入ってます。あとモバイルバッテリーか、大容量モバイルバッテリーが入ってます。そして上にここでついてるのが、ポールですね。アクセサリーバッグはですね、今回これシュラフ入れてみました。シュラフとダウンウェア関係入ってます。そして反対側がこれチェアとマットですね。チェアとグランドチェアとエアマット入ってます。冬用エアマットですね。今回ねフロントバッグはテントポールとテント入ってます。ちょっとねその辺の配置変えてみました。あえても、ね、フロントバッグテント、でまあこれが三脚とかねブランドシートつけてます。まあ、これはちょっと走行中にジュース飲みたかったんで入れてます。以上僕のバイクパッキングでした。どうもありがとうございました。僕はかなり寒がりなので冬マット、そしてダウンジャケットは2枚も装備、そしてテントも忍者テントで快適にしてて、今日は焚き火オンリーで調理したかったのでいつもの焚き火セットを持ってきております。その後僕ら3人は焚き火とキャンプ飯を楽しんでいて、僕もね動画撮るのをサボりました。翌日は朝から玉川温泉で体を癒しつつ、帰りはみんなで行きたい場所に寄り道のオンパレード、あーでもないこうでもないって相談しながら自転車担いで丘に登ったりとか、ジャングル抜けて畑道に出たりとか、河原で休憩したりとか、感動的、これが楽しくて冒険気分でしたね。こんな感じで、今回の旅は終了といたします。ちなみに
どうでした？過去一来た。やった。お。また来たいっす。おお、ソロで行きます。次が一番でしょみたいな。あ、なるほど。今回のコースをソロでもちょっと行ってみようと。そうっすね、あ、いいっすね。それ、まあソロでもいいし、友達連れてきてもいいし、ちょっと。仲間を連れて。ぜひやってみてほしい。またね、次回。次は奥多摩にしようかなと思います、ね、多摩川沿いずっと走って、また川沿いを走るっていうね、ちょっと考えてますけど、まあ、また開拓し終えたら招集します。ぜひ。というわけで、まあ、今回参加できなかった方も次回ぜひ参加してください。というわけで解散。さよなら。はい、ね、まさかのポーはい、オフ会終わりましたね。僕は初めてのね、自転車キャンプオフ会開きました。まあ、3人なんでオフ会って言っていいのか分かんないところあるんですけど、まあね、でもすごい楽しい自転車キャンプだったな。いや、やってよかった。もう5人揃わないとあれかなと思って、やらないでおこうかなと思ったんですけど、まあ、UT さんも吉輝さんもすげえ嬉しそうにしてた。なんだろう、今まで一番面白いキャンプだったとかね、すごい僕としては、まあ、やってよかったですね。すごい素晴らしいオフ会だったな。帰ってる途中なんですけど、まあ、ちょっとこう湧き出る気持ち、これをですね、リアルなこのちょうど湧き出てる瞬間にですね、皆さんにお届けしたくて動画を回しました。それでは。